皆さん、こんにちは。おにゃんこ、なめ猫、ワンレン、クレープなど不思議な文化が流行した1980年代、若者に絶大な人気を誇ったチェッカーズは、惜しまれつつも解散となってしまいました。その解散した理由については、メンバーの藤井フミヤさんと高木義彦さんの確執が原因だと言われています。今回は、チェッカーズの解散理由について深く見ていきたいと思います。チェッカーズは1980年代から1990年代前半に人気を集めたバンドです。チェッカーズは1980年にボーカルの藤井フミヤさんとギターでリーダーも務めていた竹内徹さんの2人が主導して結成されました。彼らはデビュー前からバンドとしての評価が高く、1983年のメジャーデビュー後からいきなりアイドル的な人気を集め話題となりました。ちなみにバンド名は、当時海外の人気バンドの多くが C から始まり S で終わる名前が多かったことから、その真似をしてチェッカーズと名付けたと言われています。チェッカーズは7人組でサックスをフィーチャーし、リードボーカルの両側にコーラスボーカル2人をフロントに置いたちょっと変わったバンド形態が特徴です。ボーカル藤井フミヤさんは1962年7月11日生まれ、福岡県の出身です。ギター竹内徹さんは1962年7月21日生まれ、福岡県の出身です。サイドボーカル高木義彦さんは1962年9月9日生まれ、福岡県の出身です。ベース大土井裕二さんは1962年11月2日生まれ、福岡県の出身です。サイドボーカル鶴久正治さんは1964年3月31日生まれ、福岡県の出身です。ドラム徳永義也さんは1964年6月7日生まれ、福岡県の出身です。サックス藤井直之さんは1964年12月27日生まれ、福岡県の出身です。1992年の秋に解散報道が出て、その後正式に解散を発表しました。同年12月にはラストツアーを行い、年末の NHK 紅白歌合戦の出演を最後に解散しました。解散については同年12月に出演したミュージックステーションにて道が変わってきたと話していて、メンバーの個々の活動を優先させるといったニュアンスの発言に注目が集まりました。チェッカーズは1987年に全曲メンバーオリジナルのアルバム GO をリリースしています。ここからチェッカーズはオリジナルの楽曲ばかりのバンドとなり、さらに藤井直之さんがメンバー初のソロデビューを飾るなど、個々の活動が目立つようになります。その後オリジナル楽曲についてはお金が目的だったと元メンバー高木義彦さんの暴露本で明らかにされており、このことも後の解散の要因になっていると思われます。チェッカーズは1987年に藤井直之さんがソロデビューを飾って以降、続々と他のメンバーたちもソロ活動を始めるようになりました。メンバーがソロ活動を始めたことで、その活動の方向性が変わってきており、それぞれの独立心なども大きくなっていったと見られています。ちなみにボーカルの藤井フミヤさんは当時 CM 用の楽曲マザーズタッチがソロシングルとして発売されるも、チェッカーズとして活動している間はソロ活動をしないと発言し、音楽番組などへのオファーは断っていたと言われています。チェッカーズは1990年6月に藤井フミヤさんが結婚を発表すると、他のメンバーも続々と結婚を発表して話題になりました。この結婚や子供の誕生を機に意識が変わったメンバーは大勢いると思われ、同時に多くのファンも彼らの結婚にショックを受けていたと言われています。チェッカーズの解散理由については、当初道が変わってきたと語っており、メンバーそれぞれの思いが同じ方向ではなく別々のところに向いていることを明かしていました。これは彼らが解散してしまった表向きの理由であり、解散の理由のうちの一つだと見られています。しかしその一番の大きな理由として有名なのが、藤井フミヤさんと高木義彦さんの確執です。二人の確執については、高木義彦さんが後に書いた暴露本チェッカーズにて語られていて、高木義彦さんは藤井フミヤさんのことをかなり悪く書いて話題になりました。これはそれだけ二人の間に確執があることの証明でもあり、
解散については当時かなり揉めたとされています。藤井フミヤさんの解散宣言に最も憤慨したのは高木義彦さんだそうで、後に出版した手記で金銭的問題など当時のいざこざを語っています。チェッカーズはネットで解散理由を検索すると殴るという関連ワードが表示されます。しかしメンバー同士が殴り合いになったという情報は見つからなかったため、これは完全なデマだと思われます。ただメンバー間は当時かなり険悪な状態であったことは推測されます。チェッカーズは解散から何度も復活が話題になっていて、多くのファンが彼らの再結成に期待を寄せていました。しかし解散の理由が確執であることが暴露本で知れ渡り、多くのファンが再結成は無理だと感じているそうです。また藤井フミヤさんも過去のインタビューで難しいでしょうねと語っており、簡単には再結成できない理由があることを匂わせました。チェッカーズが解散してから12年後の2004年に元メンバーの徳永義也さんが亡くなりました。40歳という若さでした。死因は舌がんで、2003年に舌がんが発覚し、その後は入退院を繰り返していたようです。葬儀は近親者だけで行われ、その後送る会が行われました。昔藤井フミヤさんと小泉今日子さんが交際していたと話題になったことがあります。なぜ2人は破局してしまったのでしょうか。現在の藤井フミヤさんと小泉今日子さんの関係はどうなっているのでしょうか。藤井フミヤさんと小泉今日子さんは以前交際していたと言われています。現在はお互い別の人と結婚したりお付き合いをしたりしています。当時の人気アイドル同士ですから、熱愛スクープに関しては事務所も警戒していました。小泉今日子さんは藤井フミヤさんに会いに行くときにカバンの中に入って身を隠して会いに行ったというエピソードが語られています。本人がラジオで話しており、これは本当の話でしょう。スクープ写真もあるので、小泉今日子さんと藤井フミヤさんが交際していたのは事実なようです。真剣交際と言われていましたが、小泉今日子さんと藤井フミヤさんは破局してしまいました。その後藤井フミヤさんも小泉今日子さんもそれぞれ別の人と結婚しました。気になる小泉今日子さんと藤井フミヤさんの破局の原因ですが、当時まことしやかに語られていたこととして、藤井フミヤさんは結局家庭的な女性を望んだのだとされています。小泉今日子さんと藤井フミヤさんは現在交流してないようです。藤井フミヤさんは小泉今日子さんと破局した後一般女性と結婚しました。中学の時の同級生で、藤井フミヤさんが JR 職員をしていた頃はよく JR に乗って久留米まで帰りデートをしていたと言われています。小泉今日子さんは藤井フミヤさんと破局した後俳優の永瀬正敏さんと結婚しました。しかしその結婚生活も9年間で終止符が打たれます。さまざまな離婚の原因が飛び交いますが、はっきりとした原因はわからないようです。一説には子供ができなかったこと、二人とも仕事に没頭して時間がすれ違ってしまったことなどの噂があったようです。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録高評価をお願いします。